高魔病は聖主様が下された罰なのじゃ。祈りを忘れたわしら人間への。聖主？世界は四中の聖主様によって形作られ、一中の聖主様に沈められる。恐れよ、矛盾の法話を。されば沈めの時来たらん。大丈夫？家まで送る？なんの子供扱いするでない。ならいいけど。ああ、ベルベットへや。岬に行くなら気をつけるんじゃぞ。沈めの祠に落ちないように。でしょ、わかってるわよ。子供じゃないんだから。そうじゃった、お前ももう13歳だものな。16なんだけど。ウリボはこの辺りにいるはず。ウリボはミッケ！この調子で借りまくるわよ。最近例外がひどいけど、ウリボアの肉を待ち向けに売れるようになったのはありがたいわね。ラフィーと兄さんも村を挙げて飼育できればとか話してたけど、問題はウリボアの気性が荒いことよね。おとなしい豚と掛け合わせたらいけるかな。そしたら名前はブーリ？なんか臭そうね。あとはウリタ。うん、ウリタがいいわ。可愛いし。けど可愛すぎてちょっと食べにくいかも。戦君その2、敵を知りその弱きを攻めろ。はっはっ、せいやそこよ。へい、せいやそこよ。まあまあね。
まあね。うん、これだけあれば薬と交換できそう。お店に持って行こう。危ないわね。また崩れて穴が広がってる。柵を作った方がいいって何か言っても、触れちゃいけない場所だからって。セリカお姉ちゃんにもよく脅かされたっけ。ここは地獄に繋がってるのよって。そんなの信じるほどもう子供じゃないけど。もしかして私が勝ったウリボアの。千君その三、剣を抜いたら迷うな。非常の戦いは非常をもって制すべし。ゴッキーアップ。さあ行くわよ。豪華に、これもラフィーのためよ。豪華に、シャリーズ。タイマシの技。自負と不安、敵への同情、勝利の歓喜。お前は感情が豊かすぎる。それではいつか破滅するぞ。ああ、この子の長所でもある。え、分かってるさ。
だがそれでは。兄さん？アーサーの戦訓その4だよ。勝利を確信しても油断するな。はい。ともかくこれでライフセットの薬代を払えるだろう。売る方の売り場は俺が先に店に届けておこう。先に？会う予定だった知人が遅れていたな。おそらく今夜は帰れない。それを伝えに来たんだ。薬はお前が受け取ってくれ。うん。もう一つ、村の近くでゴーマの群れを見た。万が一襲われたら迷わず逃げるんだ。ううん、ゴーマが来たって私が。ゴーマと戦えるのは大魔師の力を持つ者だけだ。それが現実の断りだ。感情ではどうにもならない。私もなれないのかな、大魔師に。なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？なぜって、飛ばないと餌を捕まえられないし。大魔師になるには特別な才能が必要なんだ。だがそれを持った人間はもうほとんどいない。はい。明日はセリカたちの命日だ。なるべく早く戻るよ。うん、お姉ちゃん直伝の騎士を作って待ってるから。ボアたち兄弟だったのかな。見逃してあげればよかったかな。けどそれじゃラフィーの薬代払えないし、狩りのおかげで薬も買えるし栄養だってつけられる。これは仕方のないこと、理性的な判断なんて。いちいち悩む時点で感情に振り回されてるよな。食料の買い出し？さ、そっちは狩りの帰り？うん、大量だった。頼もしいね。あんたが男だったら絶対惚れるわ。よかった、女で。女子ならもうちょっとおしゃれしなさいよ。使ってた櫛が割れちゃったのよ。新しいのは？そりゃ買いたいけど。おじさん、串乙女価格にならない？はん？いきなりなんだ。いいって、ニコ、今日はライフセットの薬を買いに来たんだし。ベルベット、アーサーにも伝えたんだが、レックス3まだ入荷してないんだ。え、なんで？しかして高校生？あの方、この辺りもゴーマの群れがうろついているようだし。いつ届くの？わからん。届いたとしても値がいくらになるか。そんな、ミッドガンド王国は何やってるわけ？軍隊とかいるでしょ？そんなものとっくにゴーマに蹴散らされちまったよ。ここは大丈夫だよね。ベルベットのお兄さんは大魔師なんだし。どうだかな。アーサーの右手は怪我で動かんのだろう。そもそも自分の妻子も
助けられなかったんだし。薬届いたら知らせて。もちろんだ。これはサービスだよ。ベルベット、覚えてるよね、特製キッシュの作り方を教えてくれる約束。獣医見習いの人にプレゼントするって、あれ本気だったの？もちろん。お願いね、私の人生の一大事なんだから。けどおじさんたちに反対されたんでしょ？周りがどう言っても関係ない。大事なのは私の気持ちなんだから。いいこと言うわね。私が男だったら絶対惚れるわ。でしょ？